デイビッド・ロイド・ジョンストンは、カナダの政治家、大学教授、作家、第28代カナダ総督を務めた。1941年6月28日に、オンパリオ州サドバリーにて、金物屋を経営する、父のもとに誕生する。スーセント・メリーで高校を卒業した。1959年に、ハーバード大学に入学し、その後に、ケンブリッジ大学、 クイーンズ大学に通った。証券取引規制、会社法、公共政策、情報技術法などを専門とした。1966年より、クイーンズ大学ロースクールで助教授、その後トロント大学ロースクールで教授となり、ウェスタン・オンタリオ大学で、ロースクール長、マギール大学学長、ウォータールー大学学長を務めた。同時にジョンストーンは、政治や公益に関与した。 エアバス事件に関する質疑による指導力でその名を知られるようになった。2010年にハーパー首相に推薦され、ミカエル・ジャンの公認としてエリザベス2世によって総督に任命された。その時にケベック主権主義者によって非難されたが、ジョンストーンは基本的に女王の代理として価値のある選択だったと高く評価された。ジョンストーンは総督として在任中は、 ヒズ・エクスレンシーという儀礼称号が使用され、また在任中及び就寝、ザ・ライト・アンラブルという儀礼称号が使用される。総督の任期終了後は監修により、数密院に先誓してメンバーになる予定になっている。ありがとうございます。